はい、メルセデス。このローソンの駐車止める？ここから入っていいんですか？いや、ここから入られへん、ね、交差点のために進入禁止。ほんまや、わぁ、緊張。でも行ける気がする。ええやん、ええやん。え、めっちゃ上手。え、すごい。ええやん。あ、めっちゃ斜め上手やと思った。この線、この線ぴったりな気がします。ちょっとやって。うん、ぴったり。ええやん。 OK。え、いけた。まあ、いけると。女の子いけると。いけましたね。次、旅行行くんですけど、レンタカーなんですよ。レンタカー借りて友達行くの？そうですよ。初めて友達とそういうので運転するんですよ。あ、そうな。友達運転できるの？いや、できます。あ、できるんか。こんなのせえへんのじゃん。いつもせえへんでやん。どうしようっていう、いつもしてもらってるか申し訳なくて。え、でもあれなんですよ。岐阜なんですよ。岐阜まで車で行って遠いで。え、本当ですか？名古屋行った時ぐらいじゃない？いや、岐阜で場所によるな、行く。目的地に。白川郷みたいな。白川郷結構遠いで。あ、そうなんですか。ゲデモン食べに行くの。ゲデモン、ゲデモン、何ですかそれ。ゲロ温泉ってゲデモンばっかり。ゲデモンって何ですか。変わったもん食べる。え、どこへ。え、場所の名前ですか。ゲロ温泉、ゲデモン。うん、ゲデモノ。ゲデモノ。うん、レンタカー借りて友達と旅行行くぐらいから、とりあえず大阪の自分で行きたいとこぐらいは一人で行けんとあかんもんな。そうですね。なら大阪市内で行きたいとこ。大阪市内で行きたいとこ、あそこ行きたいです。どこ。ファンビってわかりますか。ファンビ、ファンビ寺内。ファンビ寺内は知ってるよ、行ったことある。そこ行きたいです。よく行くん。よく行きます。あれ会員じゃなかったら無理やもんな。そうなんですよ。いろいろ安いね。何なんでも安いですね。パチモンばっかりやな、そこ。パチモンじゃないです、ちゃんとしてます。俺のイメージもあそこパチモンしか置いてないかなと思ってたけど、そんなことない。ほんまに言ってますか。不安になってきた。え、まあでも卸でな、うん、だからまあまあ安いっていう触れ込みやから、まあそれはええねんけど、そんなにいいものがファンビに下ろされてるんかって素朴な気もあるよ。え、ほんまにある。それなりのもんやったらそこに下ろさんやろと。え、でもそんなめっちゃ安いわけではないんですよ。あ、なるほど。そのハイブランドとかやったら。ハイブランドもあんの。あります。ハイブランドってどこからハイブランドですか。ハイブランドってどこからハイブランド。どのブランド。まあパリコレとか出たらハイブランドみたいな考えかな。まあハイブランド、まあまあそれでもそれちょっとハードル低いかもしれないけど、まあ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 そこそこハイブランド。マルジェラもありますよ。マルジェラもあるん。はい。マルジェラはけどパチモン多いからね。あ、そうなんですか。あ、自分で作れそうですもんね。そうやな。塗ったらボロボロにしてな。ボロボロにしてな。スウェットとか裏返しにして刺繍入れたらな。いけそう、いけそう。わかるわ、それわかる。皿やのに皿じゃない感じ出すのがね。でもマルジェラも世界的に見たら人気ないからハイブランドではないねんけどな。マルジェラって人気あるのは日本だけやからな。まあまあそういう比べたら安く仕入れれることあるんかもわからんけどな。そんなんあんねんな、寺内。でもいつも人多いですよ。平日とかでも空いてるんか。それ本物かどうか見てみたい。今日カード持ってますよ。持ってんの。ほんなあれ何人まで入れたかな。3人かな。サクッと入りたいな。ちょうどええぐらいじゃん。確かカード持ってます。小一時間でついてサクッと駐車場止めて30分見ると。はい、メルセデス、どうぞお話しください。あ、ファンビ寺内までナビして。ファンビいるの。このような結果になりました。お、寺内とめきチームの出てきたね。人のお家ですか。これなんかあのカップケーキの絵ですけど。え、もう一度お話しください。寺内、このよ、何を行いますか。怒ってますわ。はい、皆さん怒ってる。もう一度お話しください。ファンビ寺内までナビして。カテゴリーを指定してください。もうええわって感じですよね。自分でやれみたいな。もう一度お話しください。自宅の住所が登録されていません。住所をお話しください。もう一度お話しください。でもなんか大体なんか道分かってきてるやん、ナビしてへんの。え、ちゃうんですよ、ここ多分あの教習所に走った道。あ、そうなんや。あ、なるほど。だからなんかやっぱ行けてる。これでも乗っていいんか。いいよ、大丈夫。まあ、まっすぐ行ってたら行けるわ。どの項目を保存しますか。もうええ。よう、ジープ走ってんな。ジープ、ジープ言うとったらな。ジープけど、やっぱね、ボルボ見たらボルボかっこいいなって思うんですよ。ボルボね、うん、ボルボ手頃やもんな、
こんなにもうびっくりするようなやつないもんな。ジープ行きたいです。ジープ行きたい。次ジープ試乗やな。何なん、ジープの何がいい、ラングラーがいい。はい、でもジープ乗るんやったらラングラーみたいなやつがええわね、はい、雰囲気あるから。黒がいいです。黒。一気に魔女感出すやん。私魔女感出ますかね。ああ、何や、そこオレンジとか水色とか言うんちゃうんや。言わないです。なんかそういうの飽きそうじゃないですか。ああ、でも車ってそない長いこと乗らへんから別にええんちゃう。やっぱでかいんですかね、ラングラーとか。これぐらいちゃうの、ラングラーってサイズ感。中結構でも狭いイメージかもしれない。ああ、それでも重厚に作ってるからちゃう。あ、ちょっとダメでもな、ちょっとな。なんかあれ開け方が特殊でしたよね、確か。感動開きだね。これ500万ぐらいあるよ。ほんとそうなの。600とかやったと思います。マセラティって言うやん。はい、マセラティや思って。私もそっちやと思ってました。こっちが正しいんですか。俺マセラティや思ってんけど、あれマセラティらしい。マセラティや。俺ついこの間までマセラティ言うとった。私危ない危ない。今でも思ってました。めっちゃ狙いだったじゃん。怖っ。マセラッティ思ってたよな。多分みんなマセラッティって言うよね、大阪の人。はい。でも全然大丈夫やな。いけそうですね。うん。あの、一個だけ運転したいとこあるんですよ。そう、どこなの？いや、あの、あれです。御堂筋の。イルミネーション。イルミネーション。ああ。一回運転してみたいです、あそこ。今めっちゃ綺麗よ。そうなんですよ。いつも帰り淀屋橋の方行ったら綺麗やなと思って。もうついてると思う。もう、ね、ね、もうついてる。11月3日からそうか。もう冬やなと。ほんなら、山下達郎かけて。かけて気分はな。移動筋のイルミネーションな。それやんのやろ。やったわ。ちょっとある。そうですよね。あるな。えらい雑やな。車椅子乗ってんのに棒当たっとるわ。さすがに乗ってるおばあちゃんも怒りますよね。いける。ドア。あお。待って待って待って。アメリカ人やったって。ね、ああいう時は、ああいう時は行けんね。ああいう時行けるんや。前の信号青なったらいけない。せやね。確認ですか。確認大事やもん、はい、最近エンジンかける前に左ブレーキですよね。最近めっちゃ確認するよね。そうです、確認。やっぱ確認大事、はい、もうすぐですか。境筋本町もうすぐやで。ちょっとまっすぐ、まっすぐで着くわ、寺内。はい、うん、さあ来ました来ました。どこやったか、この辺な。こっちやと思うんですよ。その辺な。はい。15分330で激高やな。激高。激高高いや。道の駐車場に止めようか。道の駐車場、縦列駐車で入れたら、おもろいんちゃう。60分300円だ。あー。道にあるやつですか。あれレベル高いな。まあ、全然縦列じゃなくてスッと入る時あるけど。確かに。あ、ここか。パンビ。ちょうどここや。あ、そうです。言うと、この道沿いに白枠があるとこは止めれんねや。左手に白枠あるんやね、はい、空いてるとこだったら止めれんねん。頑張ります。え、道めっちゃ狭いですね、じゃあ普通に。あ、これはあかんわ。これ貨物車って書いてあるからちゃうわ。あ、こういけるけどな。全部止まってんな。まあ、全部止まってますね。空いてろ、空いてろ、めちゃ簡単。めちゃ離れようとしたんだ今。めっちゃ離れようとしました。そこの駐車場の人がうち入ってくれるんかな。表ぐらい裏にないで。お前立ち上がっちゃったやん。あそこの車と車の間に縦列してえらいことなったんだろうな。やばかったですね。よし、とりあえず目的着いたや。着きました。横目でと縦列駐車もできました。これ縦列駐車しちゃうけどな。縦列駐車ってただただ一人で駐車するだけやけどな。道なり駐車取れただけやけど。寺内から帰ってきて、また GLA に乗ってます。寺内よかったね。よかったですね。ブランド品めっちゃあったね。大体2割引きぐらいの感覚で。バーキーまで売っとったもんな。出るんですけどな、定価の倍ぐらいだったけど 2.5 倍ぐらいだった。あのサイズそれでも安い方ですか。服持って帰れるからちゃん、うん、なるほど。すごいな。今日えらいくらいで。めっちゃ暗いですね。こんな時間に何するんですか。今日はあるところにおじいさんとおばあさんかのぐらいの今日はだから。GLA でキューティーが一番運転してみたいところ。関西といえば。関西
といえば御堂筋のイルミネーションをこの GLA でど真ん中が爆走するという爆走したいと思います。はい、めっちゃ綺麗。おー、ええー、やん、綺麗やで、これ。綺麗。なんかディーゼル臭ない。めっちゃ思ってました、それ5分ぐらい前からですよね。うん、これマスクしてるからかな。めっちゃ思ってたんですよ。思ってました。え、そうやな、はい、え、大丈夫ですかね。ディーゼル臭いかな。感動したいのに